こんにちは。こんにちは。今日は、ベランダの家庭菜園、とわはずっとやりたいって言ってたんで。加藤拓也チャンネル、加藤ハウス。ね、用意しました。プチトマトとナス、下に石を敷きます。で、あれどんぐらい、どんぐらいだろう。あの小さいのはやめてね。これもメダカ用で買ってた。どれぐらいよ。どれぐらい。生まれぐらい。下が見えなくなるぐらいでいいのかな。うん。手が大きいな。下がついてるパターン。これ100均だよね。ほら。だから下のお皿がいらない感じ。メダカで使おうと思ってた、これ、メダカ玉付きの余り使います。これ植えてから入れんじゃない。じゃあ、違うかな、ほぐすのかな、この土。ちょっとわかんないな。植えてどうよ。これそのままこれでいいんじゃない。はい。トマトとはやってよ。俺ナスやってよ。こっちはですよ。そのままこの土も使うんだけど。あれちょっと。これ入れすぎたな。絶対。何か入れすぎた。何か入れすぎてるよね。その赤玉って出ちゃう。何入れてから赤玉ってやるんじゃないの。そうかもしれない。完成。こんなでいいのかな、うん、大丈夫。これであと毎日水をあげて。このナス好き。え？トマトは？今日いい天気なのマジで。なんかナスはね水いっぱいで育つんだって。下がこぼれない。いきなり風強いな。折れそうかな。もうちょっと土固めた方がいいのかな。うん、いいじゃない。今日新しい土入れたから水いっぱい入れといた。収穫が楽しみです。めっちゃ風強いな。ちょっと斜めに。いいだろ。すげえ風強い。大丈夫かな。風よけとか必要なのかな。でもお日様にはたくさん食べるところで育つこといいですね。はい、じゃあさようなら。これ危なかった。食べるよ、食べる。真ん中に刺しちゃった。
ですが、トマトもだいぶ出てきた。6月に入りました。ほら、ナスいい感じ。あれ、ここなんかメダカいる。本当だ。なんで？分かる。やば。なんでメダカいんの？さっき俺これ水道水入れちゃったよ。移動してあげた方がいいな。さあ、ナス。これなんかちっちゃくなっちゃってない？どこで？これにか。ちっちゃいな。もうあれじゃない。収穫時期遅かったんじゃない。トマトのこと。全部取っちゃっていいのかな。じゃあまだ。これもあれちっちゃいな。というわけで、なんかこれで作りたいと思います。これ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 。こんにちは。ラーメンポットワールドクッカー再びでございます。再びのワールドクッカー再びのでございます。さあ、最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらまた見てねー。はーい。